今回のチャプトラはポールのモーニングビュッフェをご紹介します。ポールの東日本で唯一のモーニングビュッフェを開催しているのはアトレ四ツ谷店。大人気だから期待が高まりますね。予約は2ヶ月前にホットペッパーグルメで、テーブルを選び直すと予約できる場合があります。8時になったのでスタッフの方が案内してくれます。シックでエレガントな内装の店内。料理を取っていきます。まずはキッシュから。次はクリームパスタ。チキンとブロッコリーのサラダ。オリーブ入りのパン。クロワッサン。ピザパン。オムレツ。サラダとゆで卵。ソーセージ。フライドポテト。こちらはデザート系。パンオショコラ。コーンスープ。ドリンクはこちらに。オレンジジュースが美味しい。こちらはポールの紅茶類。人気だから当然満席です。こちらのプレートにはキッシュやクリームパスタなど、ほうれん草がたっぷりの正統派のキッシュ。美味しい。
こちらはポールのサクサククロワッサン、甘めのコーンスープ、ブラックとグリーンのオリーブが堪能できるパン、二皿目もクロワッサンは外せません。パンはもちろん、食事メニューも満足度は高い。出来たてのネギのキッシュは香ばしくて美味しい。程よい酸味のトマトソースパスタ。外はカリッと、中はしっとり。ショップのパンを見てから帰ります。今回のチャフトラはポールのモーニングビュッフェをご紹介しました。